後位継承者の安定的確保を模索する政府の有識者会議は22日、首相官邸にて会合を開いた。座長を務めた清木厚さん、眼慶王義塾長は会合後の記者会見で、後位継承者の確保問題は、悠仁さまがいらっしゃる以上、今決める必要はない。悠仁さまの即位後に改めて話し合って決めればよい。次のステップとして考えるべき課題ではないか、と述べ、 後位継承者の対象拡大については結論を先送りする考えを示した。一方、後続の減少について、座長の清家さんは、今対応すべき問題と述べ、後続数を確保するために、女性三宅の創設、旧三宅筋の男系男子の養子縁組、後籍取得の二案を中心に検討を進めていくと述べた。記者から、女性三宅が創設されれば、小室圭さんは後続入りするのか と問われると、清家さんは笑いながら、個別の案件については答えられないとお茶を濁した。次回の有識者会議は二十六日に予定されている。座長の清家さんは、一定の方向性が見えてきたとも説明しており、何らかの具体策が提案されることが見込まれる。消息筋によれば、一方が流れるや、の子さまは、ほっとしたようにソファーに腰をかけられました秋篠宮家職員、とのことで、 秋篠宮家には安堵の空気が満たされたようだ。予定は未定。一寸先は闇ですね。成人さんが継承する頃、日本はどうなっているのでしょう。愛子さまが来年からご公務に出られ、そのお姿が国内外に広まる。国民の皇室の見方の変化。高輪夫婦の寿命。赤坂住みき一般人の寿命。ナマズの病状。 将来の天皇も5年後には嫌でもご公務開始でその姿が国内外に広まる。現政権も一寸先は闇。娘彼氏の暴露。職員からの暴露。そもそも問題の三宅はどこからも誰からも信用信頼がないからいつまでこの横暴が続くか疑問。宮妃は目先のことばかりでほっとしてるみたいですが、ちょっと考えてみても宮妃にとっての一寸先の闇はこれくらいあります。 モグラ叩きも時間が切れたら終了です。有識者会議の座長清家厚さん、元慶応義塾長、も安在高幸氏旧統一協会と繋がっています。正田道子さんの息のかかった秋篠家新派。最近日本赤十字社の社長になり、8月の会では総裁である皇后陛下と、副総裁の信子様久子様のり子の座席を同列にしました。その上で、 総裁、皇后陛下の二のり子を並べて、報道用の写真を撮らせました。記事によっては、信子様、久子様のことには触れなかったものもありました。有識者会議の最終結果は昨年12月に出され、発表は公にはされていません。が、公私化改修工事追加予算19億円、伊勢神宮参拝、秋花町南宮中三殿参拝、秋家公務乱発、など大変な勢いで、 秋篠家への行為継承準備が進められています。内密に、美智子さんの思い通りに、範子の欲望通りに。安倍晋三国葬も、国民の声をそらすためのものかもしれません。タスベロギ氏の例以上に問題です、中間担夫秋篠家を拝着するために、大きな声を上げなければなりません、中間担夫政府有識者会議のメンバーは、すべて政府の息のかかった御用学者がしたい。 政府の都合に沿った議題しか審議せず国民の願望とは侵略の結論を答申する。まともな議論は小泉政権下で調子継承案が一時決まりかけたのが最後。それも安倍の横槍で潰され以降有識者会議は有名無実の存在。自民党内部で一部の良識者が女性天皇容認の声を上げると安倍をはじめとした男系カルトの極右連中に潰されてきた。 清家氏は同じ元慶応の塾長の安斎雄一郎、安斎隆之の隕石関係にあると繋がりがあり結論は当初から決まっていた。岸田も菅も当初は女性天皇容認派だったが安倍の圧力に屈して手のひら返し。その他学者や有名人コメンテーターなどもいつの間にか持論を階段系男子継承に変説した者も,も多い。国民の声に耳を傾けるはずだった岸田も黙りを決め込む。 世界激震。中黒中黒中黒川西秀也准教授中黒中黒中黒まさかの発表。注目される悠仁さまの進学先、愛子さまと比べ、私部を重要視して見える、川西秀也准教授。年が明け大学入試センター試験を皮切りに、中学、高校本格的受験シーズンが到来。高位継承順2位である悠仁さまの進学先にも大いに注目が集まっている。 象徴天皇制に詳しい歴史学者で名古屋大学人文学研究科准教授の河西秀康に話を聞いた。現在、お茶の水女子大附属中学に通う悠仁さま。お茶の水女子大附属は中学までは男女教学だが、高校からは女子校で在校の男子は他校を受験をしなければならない。その進学先として浮上しているのが東京農業大学第一高校と筑波大附属高校だ。 秋篠宮さまはお誕生日の会見で久人さまの受験勉強への姿勢をこうお話しされている。机に向かって問題を解いている様子などを見ることがあり、そのような時に改めて、今15歳で中学3年生ということを、当然のことではあるんですけれども、そういう時に実感することがあります。今の時間も机に向かわれているであろう久人さまに桜咲くの吉報が届きますように。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。一般受験されるならともかく、この様子ではなんだかんだで進学先はほぼ100%決定しているのだと思いますので、情報を小出しにするのでなく明確にしていただきたいです。もうじき高校入試の出願も始まるはずです。一般受験に備えて猛勉強している受験生を戸惑わせないようにしてあげてほしいです。 昆虫好きの少年が進学先で東京農業大学第一高校と筑波大付属で迷っていて大学は東大が取り沙汰されるということにとても違和感を感じる。筑波大付属と東大進学を文脈から外せば違和感は減る。身の丈に合った進路を選ぶのが良いと思う。定型高進学制度について、5年間の未試験的に行われていて、その最後の年が悠仁さまの受験の時。これは、 久人様のために作られた制度なのではないかと憶測を呼ぶようなことになりかねない。もちろん、そうした特例はないとは思いますし、どう見ても特例にしか見えません。恒久的な制度でアバマダ氏もなぜ期間限定で作られる必要があったのでしょうか。理解できません。地区府で現役東大を目指すんだったら、上位20%以内に入っていなければ厳しいさすがに浪人するわけにはいかないし、 仮に推薦だとしても東大の推薦は私学のそれとは全く別物。各都道府県のトップ高の首席クラスで数学中黒物理オリンピック等のメダルレベル、一般入学者からも一目置かれる存在、別に東大にかかわらず実力にあったところで良いのではないか。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この馬鹿女のために日本の皇室と天皇制度はなくなる。 マコ問題から秋篠宮家の悪事が国民にバレバレになりその対応も宮内庁も天皇も全くせず無責任集団バレたこのサイトでも驚くほど天皇制度と皇室廃止のせいが吹き出ってる。この天皇擁護サイトでももう日本には皇室と天皇制度はいりません。天皇皇后だけ京都で神事だけされて日本は大統領制度で十分。血税500億円ドブに捨ててたのがほとんど戻る。 そして日本は何も困りません、国民は、精神的にも金銭的にも楽になります。民主主義国家の日本には、血税で超特権階級生活をする天皇皇族たちは合わなくなった。今まで貯め込んだ財産でこの先、生きていってください、全く下品極まりない恥さらしです。ニューヨークで大麻とゲームとみだらな行いに明け暮れる日々を送って日本の若者たちからも嫌われて。 あんたら地獄行きです二人はニューヨーク三宅創設気分なのでゲーム三枚で試験受けるのは年中行事のお祭り状態ビザもサラババーが圧力かけてゲットしているそうですサラバが天皇家と一緒の内定費用の三分の二を使い天皇家は年間500万でやりくりしているそうですサラバは引退後も60人以上の職員 内定費用からひも男夫婦に横流ししている状態です。次男一家が、このまま天皇家になばジェニーともに贅沢三枚できる暮らしを満喫でしょう。川島家と同じ。ニューヨーク三宅家創設している気分で、贅沢三枚にセレブ生活で、働く気分にならないひも男。記事のアドセンス3番目の肩の米に賛同します。ネット情報は、 客観的記事ではなく記者の思惑で国民感情を誘導するような記事が多いと感じる。テレビや新聞が、皇室の実態、事実を多くの国民に向けて報道してくれればいいのだが、そんなことをしたら皇室廃止に民意は動くだろう。誰が何のために報道規制し腐った皇室を守っているのだろうか。こんなことだからますます皇室は腐っていく。国民に寄り添うなんてどの口が言ってるんだ。 開いた口が塞がらないぞ天皇。愛子様を差し置いて、旧宮家が功績に復帰する案を法的に考えてみた中黒中黒中黒。旧宮家が功績に復帰する案先日、情報発信ウェブサイトノートにて弁護士で皇室の歴史や憲法にも造形の深い堀り新堀氏に、皇位継承で旧皇族が復帰する案について少し考えてみたとするコラムが掲載されました。 同記事は Google のおすすめサイトにも掲載されました。普通、ノートが Google のおすすめに掲載されることはまれですので、ご存知の方も多いことと思います。今回は法律の専門家タルシン・ホリ先生に反論するのはとても恐縮ですが、同記事に関して少々の反論と補足をし、皇族は人権が制限された正域に存在すべきという固定観念と、 法律論や過去のの事例のを考察してみたいいと思いますこうした状況は三笠宮も同じで、1970年に現在の三笠宮邸が赤坂御用地に完成する前は、目黒の古い洋館を民間から購入して住んでおり土地のオーナーは民間人だったので、土地代を民間人に支払っていたのも事実です。以上は、皇族が民間人や国から不動産を借りた例ですが、逆に、 皇族が不動産をを賃貸物件にして収入を得た例もありますこれもまた高松宮の例ですが戦後しばらく高松宮は高輪の邸宅を後輪郭として財界に貸し出して国に払う土地代を賄っていたのは有名ですしまた神奈川県葉山町の別邸を人に貸して収入を得ていたことも知られていますいかがでしょうかこれらのことはすべて 現在の憲法と皇室天範の下で行われていたことです。皇族は家を買ってそこに住むことはできないという固定観念がいかに的外れであるかがわかるかと思います。皇族が不動産を所有し、それを運営することが法的に認められており、実際にそうした例も現、公憲法下でたくさんあった以上、仮に旧宮家が皇籍に復帰したとして、その不動産をどうするかという問題は、 左少な議論に過ぎないと言えるのではないでしょうか。皇族の職業選択の自由についてさらに、堀先生はこのようにも述べます。さらに現在ついている職業を退職しなければならないことにもなるでしょう。会社員取締役、公務員、自営業、いずれにしても続けることはできなくなります。純然たる名誉職的なものは別として、いずれにしても旧皇族の子孫の人たちも今現在、 社会において国民として経済的関係や利害関係の中で生活し活動しているわけですから、様々な影響が各方面に波及する可能性があります。ホリコラムは、皇族は職業選択の自由が制限されている前提で論が進みますが実は、運用上望ましくないからという政治的判断でそうなっているだけで実は皇族が会社を経営したり、会社員になったりすることは法律的には全く制限されていないのです。 森長平、天皇家の財布にはこうあります。すべて皇室財産は、国に属するとする憲法88条の規定は三宅を含まないという見解を政府が保持する限り三宅の財産所有を規制する名分はない。三宅皇族が会社を作って利益を上げることも法的には不可能ではない。突き詰めると宮様たちの良識に任されているというわけだ。政治的に、 皇族が会社を設立することはハードルが高いにしても、ある会社の株を買ってその会社の大株主になり、経営権に口を出す程度のことならすぐにでもやれてしまうでしょう。まさに、宮様たちの良識に任されているだけの状況ということです。法律上、皇族は正域に存在しなくてもいい以上、堀先生の議論をもとに皇族は正域に存在すべきという、 固定観念と法律論や過去の事例のギャップについて考察しました。それではこうした固定観念と法律論のギャップはどうして生まれたかについては、日を改めて論じていきたいと思いますが、簡単にその触りだけを紹介します。それは、現在は皇族は国民ではないとするロジックがいちいち般的ですが、ホリコラムもこの前提で書かれます。実は現行の法律、 憲法、皇室転搬を策定するときには、皇族も国民である、という前提で議論がなされていたということです。戦後の皇室をどのようなものにするかを話し合った1946年10月25日に内閣法制局と GHQ 政治部の会議録には公書が出ています。臨時法制調査祖第一部組織系相談用紙、第六回、皇族は、現在は先 S 権も非戦筆権も許せられない。 それは皇族は国民とは別のものであるといふ観念から来ている。那穂新憲法のもとにおいては、皇族は両方ともこれを許せられる次第であって政治的活動をするために皇族の身分を離れるようはないことになるわけである。足辺信義中黒高見勝利、皇室天板、昭和22年、日本立法資料全集、一新山社1990年、164ページ。